はいどうもこちらまさんです。はいどうもこしちゃんです。あーこしちゃんの今回の挨拶はちょっと気が抜けてましたね。元気ですよ僕は。ゴッド後藤だぞ、ゴッド後藤だぞ。うん、なんかちょっと逆から読んでもみたいな感じの匂いを感じさせるけど全然違うっていうね。後藤さん、うん、でもこれ顔を逆さまにした顔になるんじゃないかな。ならないです。あーなるわ、なるっぽい。すげえなる。あなた、うん、両津勘吉みたいな顔してわ。入れるはずのない土管に入る方法とは、はい、非バグ。ってことはバグじゃないということですね。ですね。ベストタイムは俊介。俊ちゃん、まだ覚醒してないですよこの俊介は。ちょっとニヤッとしてるとこ腹立ちます。おっと後藤さんのコース、うん、おうあ入れないと。あれはい、あれそれなんか土管の形、あれ入れんぞ。うお、あー入れた、すげえ。あの状態って入れるんや。だからどういうことだからここ入れんや、うんうんうん、あいつが踏むやん、うん、踏んで見とってやん、あいつが、うん、あうわーってなるから、あいつがジャンプしてバーンってなった時に、うんうんうん、ほらこれほら、入れる。なんでやんねん、すげえ。このバグやばい。え、バグ、だからこれバグやろ。バグというかバグじゃないけど、うん、ちょっとバグっぽいよね。だってその振動しとる時にしか入れんから、うんうん、あ、どっかの形変じゃない、な二重になったのかな。あー、それで何かが違うってこと。多分そういうことじゃない。あゴッドやな。ゴッドでしたね、うん、ゴッド後藤な、うん、かっこいいわ。5つの島ってことやもんな、後藤ってことは。あ、そっちの後藤か、うん、そうやろ。はい、じゃあこれ、はい、セルフデストラクションイニシアティット、ね、あーそういう感じかな。いや分からんけど、レウス、レウスさん、うん、ちょっと目つき悪いですけど。まあ行きましょうかね。これベストタイムはちょっとまあ金髪の N スターさんね。やっぱり N スター、うん、N スターしとん。いや、前さんに2頭っていうエンスターさんですよ。そう、有名なんや。有名か、こっちさんの中では。うん、うーわ、こっち系か、これ80秒。あーあーやばい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 。あーれまーはいはいはい、行くぜ行くぜ行くぜ。はい、これ一発もしかして。おい、オッケー。おー上、おっしゃ、やばいやばいぞ、これ時間ないぞ。お、中学来た。デリやばいやばいやばい。あ、もう横に行く感じね。急げ急げ。うわーりゃー、やもーりゃもーレップゲン、ガモーレップゲン、おーりゃーさいさいさい。あー、この方も気持ちいい。はいはい、通りゃんせ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 。かっこやろ、マリオ。さっきのさっきのも測ってました。いや、さっきのはまぐれじゃない。いやー、ともや、うん、まぐれに見せかけて実力っていうパターンお見せしました。そこまで操ってた。あ、そこまでやな。そこまで読んどってほしかったな、星ちゃんにも。あ、違うな、プレイングが。ベストクリアタイムはあえて抜かさんように調節しましたね、今回は。そこまで調節してないでしょ。いや、もうや、うん、それ我慢やな、素人考えというかな。すごいな、お前さ。あー、もっと褒めてくれよ、ほんまに。褒めたらどんどん調子乗って回るタイプだから俺。それがおもろいやろ。うん、そう。はい、じゃあこれいきましょうかね。はい、グリッチーズ、グリッチーズスーパーマリオ、ほう、ロイマシス、ほう、ロイさん、ロイさんね、太眉ですね、ちょっとキリッとしたね、リリシーですね。ベストタイムは、コシアンに憧れてるらしいですね、あれは。らしいか、うん、憧れてます、あの髪型どう見てもね。目はちょっと細いですけど、まあ僧侶でも目指しているんですかね、あれ。ロイさん、よっしゃ、ロイマシス、よし、これ 25% ですから。ベストタイム、あー、ちょっとなんか変わったコースちゃう、これ。ちょっとベストタイム狙おうかな、これは。おーい、なにこれ。あ、もうこの時点で、おー、すげえ。初めて見たぞ、あんな。お、おい、やばいんじゃ、これ。あ、なんかあるって、そこに。はあー、おー、危ない危ない危ない。でも行くしかないで、行くっきゃないと。およし、やるっきゃないな、行くっきゃないと。あー、どうするこれ。これどうする。おー、消えた、消えた、なんで、え、やばいってこれ、なにやばいって。なんか歪んだぞ。まあまあ、行けるっしょ、これは。おっしゃ、このままゴールに突き進む。あー、ゴールっぽい、ゴールっぽい。え、なしょなしょ、ちょ待って、乗っとかな、乗っとかな、こちゃん。そう、あー、これゴールじゃん。わー、リズム乗るね。お、上行く。あ、違うか、違うよな、上やな。あ、なんか掴めたぞ。草やばこれ、草隠れとった、すごい。え、これ何、これ何、あ、ここ上乗れって、そういうことやな。
危ない危ない危ない、いけるいける、中間あるぞ、慎重に行こう、これは慎重に、なんかやっぱ格好でも出していった方がいいんちゃう、以上ちょいな、ちょいな、ジョイナー、ジョイナー、ジョイナー、一緒やんか、最後はもう、ちょっと待って、うおこれでドンやろ、ポーイドン、あ、これゴールじゃん、ドンとして、うおー、おっしゃゴールじゃん、え、え、あ、こっちか、こっち、あー、こっちだ、気づいた、オッケー、あ、ここに、うわー、うわー、すげー、すごい、最後と、うわー、え、瞬間移動してんやん、マリオ、え、やばくないこのコース、やばい、なんかすごいことがいっぱい詰め込んであってすごかったぞ、なんか、うん、ベリーグッド、ベリーグッドですね、俺はエクセレントやったけどな、あ、エクセレントきた、うん、もう最上級の褒め言葉やな、エクセレントは、僕はベリーベリーエクセレントでしたけどね、うん、それはもうでも俺がエクセレントって言った後のベリーベリーはこしあかんと思うんです、それはダメ、うん、エクセレント以外の言い方でそれを後回しになってよかったけど、その子も出てこんかった、まあ、エクセレント以上ないですからね、最強、最一番最強、最上級ですから、はい、これ、はい、ルイジャンのトーズメガーストストンプスタンプか V3、 このショビヒゲ8ビットファンさん、これなんかもう中華とかでなんか剣法習ってそうな感じですね、はい、ベストタイムはまあまあまあスパイですね、これは、うん、スパイ、ビルアメリカ合衆国が日本に送り込んだスパイです、うわー、あ、デカマリオ、あー、ルイジオル、何これ、何これ、え、そんな、うわー、すごい、さっきの、これってさ、壊していく感じかな、え、何あれ、何あれ、キノピオ、すげえ、キノピオ、やばいって、うわー、やば、え、これ、こんな、やばくない、これ、え、これってさ、潰せるとこ、潰せるとこなくない、あー、上入れるやんか、うわー、結構これ、むずい構成かな、おー、おっしゃ、うわ、すごいすごい、ルイジ、おお、うわー、すごい、かわいいな、うわー、出てこう、変のかい、うわ、すごい、うわ、普通のコース、うわー、キノピオ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 、ルイジ、ルイジ、ルイジ、あ、ピンコイン、うわ、すごい、すごい、うわー、楽しい、あー、中間来ましたね、お、キャノン、なんかこうコースにセンスを感じますね、これは、おー、ギリギリいった、すごいな、これ、おー、当たる、あーれまーやっ、いった、すごいすごい、お、俺はここからでも、やばい、諦めない、諦めないこれ、オーケー、あのキノピは上に乗れる、乗れんか、おー、いった、オーケー、オッケー、よっしゃ、いけいけいけ、おー、あー、惜しい、死に方かわいいな、はい、おー、うまい、あ、そういうこと、さっきの要領で、おー、うまい、あ、もう、よしよしよし、オーケー、いった、このまま、握る、握るぜ、ゴール、やったー入れない、いやー、よかった、ピンコインとってたあれ入れたってことですね、そう、でもマリオが困るとこが見たかった、はい、じゃあラスト、これ、はい、フィリップくんの、フィリップくん、ベストタイムがツバキ、ツバキくん、うん、ちょっと困ってますねこれを最後コシャに、はい、行ってもらおうかなと思います、はい、クレーズ 36% です、ウィース、よし、ウィスパー取りすぎたんかな、コシャン先妖怪落ちね、妖怪落ち、おっ、おー、なにこれ、あ、上がれる、あ、そういうことや、だからこれ、はぁ、あ、はぁはぁ、これか、うん、自分のルートで行かなかんねんな、これでも下降りれんと、降りへんね、もう上行ったらもう、お、慎重に行く、あれ、これなんか横動けんようになったぞ、え、上しか動けんようになったぞ何や、閉じ込められた、閉じ込められたぞ、あかんやもう、うわぁ、これしゃがんであかんってことじゃない、そういうことか、うん、しゃがんだからあかんかったやろ、お、これ悪いけど一発で行ってまおう、これ、うわうわ、マジで行った、うわ、てっぺんから行く、イエーイ、4マッハ4マッハやな、さっきのは4マッハ、うん、くっさー、マッハで行くってことやな、4マッハは、うわー、もう最後も綺麗に上でゴールするっていうね、うん、そうやな、そこまでパーフェクトにやっぱ行くっていうことが大事かなと思って、うん、完璧主義の前さんには、うん、持ってこいのコーセット、あー、ほんまに僕が最後の挨拶っ
というか、はい、最後なんかおもろい言葉を言う予定だったんですけど、ここまでやっぱり差があるとやっぱこっちさんにこれ言ってもらわないとやっぱ話にやれん。僕さっき4マッハ言いましたよね。あれも新しい言葉ですから僕の中で。4マッハがやっぱ新しい言葉もう言ってプラス最後こっちさんに、ね、もう最近恒例となってるんですけど、まだ違うニュアンスの言葉をね最後発表してもらって、お別れしたいなと思います。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。ウィッスー。